イクロソフトとソニーセミコンダクタソリューションズ様は2020年5月より AI カメラと映像解析を用いたソリューション構築を目的に協業を進めております。その取り組みの一環としてこの度コーイノベーションラボを立ち上げました。マイクロソフトが提供するエンタープライズグレードのクラウド AI プラットフォーム Azure AI とソニー様の高速なエッジ AI 処理を実現する最先端センシング技術を融合しました。それにより様々な業界のお客様やパートナー様に向けて新しい映像解析ソリューションを提供いたします。マイクロソフトにおいて AI は最重要投資分野の一つであり、クラウドパワーを存分に活用したコアプロダクト Azure AI によって支えられております。このコーイノベーションラボを強力に支援するプロダクトとして Azure AI サービスのうち事前にトレーニングされたモデルで構築され、お客様のデータでカスタマイズしながらご利用いただける Azure Cognitive Services をご活用いただいております。すでに様々な業界のお客様やパートナー様において、すべての従業員それぞれの業務に役立つ有意義な形で AI 活用を促進し、ビジネスを変革するための取り組みをマイクロソフトとともに実現されております。今回のコーイノベーションラボでは、マイクロソフト様が提供する Azure AI と世界で初めて AI 処理機能を搭載したソニーのインテリジェントビジョンセンサー IMX500 を使ったトレーニングと技術検証を行うことができます。 IMX500 を活用することで、高速な AI 処理機能と消費電力や通信コストの削減、さらにはプライバシーへの配慮などを実現するカメラの開発が可能となります。これにより今後、さまざまな業界における多様なアプリケーションやエッジとクラウドが協調した最適なシステムの構築を可能にします。さらに本ラボでは、弊社のエッジ AI センシングプラットフォームであるアイトリオスが提供する開発環境やクラウドサービスなど、さまざまな機能を活用することも可能です。 IMX500 とアイトリオスを活用することで、ソリューション構築の迅速化、開発コストの削減、市場投入までの時間短縮などの効果が期待できます。ここからは本ラボに参加しソリューション開発に着手された株式会社エビラボ様の取り組みをご紹介します。エビアではこの小売業を運営するにあたって、本当にたくさんのボトルネックを僕は感じてました。例えばお店の中に入ってきても買わない人がいたりとか、店頭の見せ方一つで入店してくる客数がどんどん変わってしまう。商品をこう販売する際も棚に商品がなくなって、でそれを補充をするのが間に合わなかったり、補充をするタイミングが各スタッフの属人的な判断にどうしても委ねられてしまう。そういうですね、様々な業務上の改善すべきポイントがたくさんありました。この問題を解決するために本当に様々なテクノロジーの活用を検討してたんですけども、なかなかこう自分たちの課題を解決するような既存サービスと出会うことはありませんでした。そこで今回、私たちはソニーのインテリジェントビジョンセンサー IMX500 にマイクロソフトのクラウドプラットフォーム Azure AI を活用した画像解析 AI システムを開発することで、この課題をクリアするソリューションを実現しました。棚に並んでいる商品の増減を画像解析で収集しながら棚の充足度を測定する、そんなシステムです。これによってですね、棚が空いたタイミングでマイクロソフトチームズに商品の補充の指示を送り、スタッフが装着しているウェアラブル端末で情報が伝わる、そんな仕組みです。今までだと誰かが目で見て判断し補充をするという属人的な業務を、このソリューションを使い解決をいたしました。今後ですね、この IMX500 と Azure AI を活用したソリューションは販売機会ロスを減らし、さらにこの小売業に新しい価値を提供できると私たちは確信しています。地方の小さなお土産店の取り組みが日本全国の小売業の未来を変える、そう考えております。今後もソニーセミコンダクタソリューション様、エビラボ様と3社の協業を通じて、マイクロソフトのクラウドと AI プラットフォーム、ソニー様のイメージセンサー市場におけるリーダーシップ、エビラボ様の小売業界に向けた新しい価値創造の動きを融合し、相互のお客様とパートナー企業様に新たなチャンスを提供できることを期待しております。